埼玉紀22歳イベントコンパニオンをしています。よろしくお願いいたします。はい、笠井さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、いかがでしたか、オーディションは。すごく緊張して、考えてきた自己 PR が少し詰まってしまったんですけれども、楽しんでできたかなと思います。はい、そしてちょっと質問なんですけども、はい、笠井さんの強みを教えてください。強みは周りのことをよく見ようとすることです。あとはその元々語学ができなかった状態から、環境を変えて韓国人の方の中に飛び込んで韓国語をできるようにしたりだとか、と高校時代に留学制度がなかったんですけど、と英語が好きだったので自分で手配して留学したりなど、なんか自分でチャレンジして、そういう意思があるのかなとは思います。今回のじゃあミスジャパンもまたそういったチャレンジの一環みたいな、はい、そうですね、一つで達成したいなと思って応募しました。はい、ありがとうございます。はい、そしたらじゃあ最後の質問、はい、今一番欲しいものは何ですか。自分がやりたいと思ったことを自由にやれるようにできる環境を自分で作ることです。ちなみに今一番やりたいことは、そしたらとにかく周りにその笑顔だったり、その幸せだったり、そういうのを本当に届けられるように、いつかですけども、本当にいつかなんですけど、できるように今その準備をできたらなと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。池宮里鈴です。年齢は23歳です。今学生をしています。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。どうでしたか、オーディションはやってみて。初めてで緊張したんですけど、今日は沖縄県から飛行機乗ってきたので、はい、一応自分の今の実力は全力で出し切れたかなとは思います。沖縄から来ました。あ、それはそれはありがとうございます。はい、そしたらちょっと質問です。はい、池宮さんの強みを教えてください。強みは多分強みと弱みどちらにもなるとは思うんですけど、一つの物事とか一つの何か集中できることとか達成したいことがあったら最後までやり遂げる力があると思います。でもこの一つの物事に集中しすぎて周りが見えなくなることはあるんですけど、でもそれもやっぱり強みでもあって弱みでもあるかなと思います。あとは人見知りをしないで、今の学校がハローワークの職業訓練校を通して通ってる学校で、年齢がもう10代から50代まで幅広い年齢の学校で学んでいるんですが、誰にも人見知りせず接しれるので自分の強みでもあると思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後の質問、はい、はい、今一番欲しいものは何ですか。高いちょっとドライヤーにはなるんですけど、ダイソンのドライヤーがありまして、それですね。ちょっと髪にお金をかけたいなと思ってて。早く乾くらしいですもんね。そうです、今髪伸ばしてる途中で。わ、はい、かりました。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。宮崎しほり、28歳、パーソナルトレーナーです。はい、宮崎さん、オーディションお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。どうですか、やってみて。そうですね、最初は、緊張したんですけれども、リラックスしてできたと思います。はい、そしたら宮崎さんの、強みを教えてください。はい、私の強みは、人を、サポートしたり、本当にパーソナルトレーナーとして今活動しているので、何かを発信したりっていうところが強みかなと思います。本当見事な、もう本当鍛えてらっしゃるよ。ね、毎日やってる感じですよね。そうですね、週5、週6ぐらいでやってます。はい、じゃあ最後に、今一番欲しいものを教えてください。今一番欲しいもの、物って見えるものではないと思うんですけど、協力だったり、
発信する力、まあ、これは自分でやっていくことだと思うんですけど、そういうところを欲しいというか大切にしていきたいところです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。岡本まさよです。37歳です。職業はヨガインストラクターです。はい、岡本さん、オーディションお疲れ様でした。ありがとうございました、はい、いかがでしたか、やってみて。すごい、なんか思っててすごい緊張してしまってでも伝えたいことは伝えられました。はい、よかったです。それであれば、はい、そしたらですね、一つ質問なんですけども、岡本さんの強みを教えてください。はい、私は行動力、そして明るさ、そしてとびきりの笑顔を持っています。はい、その中でも特に一番自信があるのは明るさです。はい、なんかそんな感じがしますね、はい、先ほどちょっとこの年になって身長が伸びたっておっしゃってましたけども、はい、本当ですか。あ、本当です。去年の健康診断と今年の健康診断を検査で2センチ伸びておりました。あ、しかも2センチ結構伸びました結構伸びました今は何センチなんでしょうか。今165センチあります。そうなんですね、はい、科学がね証明できないこともありますからね。そうですね、姿勢をよくするように心がけていました。はい、それはちょっと本当っぽいですねすいません、ちょっと疑っていますけども、はい、そしたら最後の質問です、はい、今一番欲しいものを教えてください。私はオーガニックの畑を今やってまして、大きな畑が欲しいですはい、ご自身で畑作業されてるんですか。はい、5年前から食生活を見直すきっかけができまして、で小さく家庭菜園をしてたんですけれども、どんどんハマってしまい、今ではネギを210本も作っております。そうですね、そしたらもっと大きい畑が欲しいですわかりました。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。大場エリ、33歳、会社員です。はい、大場さん、オーディションお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか、やってみて。緊張しました、とてもとても、はい、初めてですか、オーディションとか。そうですね、ちゃんとしたのは初めて受けました。うまくいきました。どう話したいことは話せたので、うん、というよりまずもうここに来ること自体がすごく緊張していたので、まずはちゃんと来てオーディションを受けた自分を褒めてあげたいなと思います。そうですよね、はい、はい、本当にお疲れ様でした。それはそれは、はい、じゃあちょっと質問なんですけれども、大場さんの強みを教えてください。はい、私の強みは割といろんな人に分け隔てなく同じように接することができるというところだと思ってます。みんなと仲良くなるの得意ですか。割と時間をかけてっていう感じですね。はい、ただまあ誰とでも平等に話すことができるっていう、はい、あんま嫌いな人がいないっていうか。そうですね、そうなんです。素晴らしいですね、それは。もう分かりました。では最後に、今一番欲しいものを教えてください。私はずっと自分のしたいおしゃれだったりとか、そういうのができる自分であることを目標にしているので、そのためにもずっと健康でいたいですし、今よりももっと未来の自分が良くなれるように頑張っていきたいなっていうところ。はい、ということで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。